昨日は配信もしないでずっと寝てたのでそう昨日さ、なんかそう昨日は一日お休みだったから、一日全く外に出ないでお家にねいたんですよ。そう、そしたらさ、何時？もうね、ゲーム部の配信、そう途中でさ寝ちゃってさ、結局誰が犯人だったか知らないんだよね私なんだっけ、マーダーミステリー、ちょっとエアコンじゃなくてなんだっけ、扇風機つけます。マーダーミステリー昨日見てたのにさ、見てて、はるかが犯人じゃないかみたいな、割と序盤はるかが犯人なんじゃないかみたいな、逆に犯人じゃない証拠を出せみたいな、あそこまで見てたんだけど、ちょっとでなんか密会みたいなまで見てたんだけどさ、起きたらさ、配信ありがとうございましたみたいな感じでさ、あれ終わっちゃった結局誰が犯人だったんだろうってなっちゃって、そうで、その後のリカさんのね写真集発売の配信も見ようと思ったんだけど、そのまんま一回そのゲーム部の終わり際で目覚めて、もう犯人も分かってて、もう終わりってランキング読んでる時に起きちゃったんだけど、でリカさんのその写真集のさ配信も見ようかなって思ったんだけど、二度寝しちゃった二度寝しちゃって、結局リカさんの写真集の配信は一度も見れずに終わってしまう起きたら終わっちゃってたそうだからさ、チャットもさ結局昨日の夜遅れなくてさ、今日の朝ごめんなさいって言おうと思ったらごじるしさ、やばすぎやらかして終わっちゃったし、下半期間違った、上半期そうなの、昨日なんかねめっちゃ寝ちゃったの、なんでかっていうとお酒飲んじゃったんですねそう、私ちょっと8月のコンサートに向けてダイエットをしようって思って、だから昨日まで好きなものを食べていいことにしてたで、昨日はそのお休みだったから、そう昨日はもう一日お家にいたから一日好きなものを食べようと思って、もうそんな食べてはないんだけど、結局そうだから禁酒だって思って明日からは禁酒だって思って、ちょっとお酒も最後に飲んどこうと思って、別にお休みだしと思って飲んだら寝ちゃいました寝ちゃいました。最近禁酒もするよ、するもちろんえ、別にそんな飲んでない、日本酒も開けちゃおうかと思ったけど開けなかったよ日本酒も開けちゃおうかと思ったけど開けなかったよ、ストゼロでしストゼロで寝ちゃったストゼロで寝ちゃった毎日飲んでない、本当にほぼ飲んでない、でもなんかストゼロの梨味がねあってあんまお酒の話したくないんですけど梨味があって、そうでそれがめっちゃ美味しそうだったから買ってであったの、でもずっと飲んでなかったし、結構さ強いじゃないですかだからなんか本当に飲むぞって決めた時じゃないと飲めないなって思って、次の日お仕事の時とかはあんま飲みたくないなって、だからほとんど家で飲まないから、家にお酒はそんな常備はされてない、開けてない日本酒だけあるけどそうでも禁酒だって思ったから、昨日はまあ、次の日もお休みだしって思って開けたら見事に見事にやられました。しかもさ、やばいのがさ、酔った勢いでさ、なんか私おつまみっていうか、そのお酒だけで飲めないんですよ、お酒だけで飲めないから、そのなんか一緒に食べるものもないと無理で、たらさ、なんか前に
カエリとカホがうちに来た時になんかお菓子をさ置いてったのよ。私家でお菓子食べないからさ、ずっと置きっぱで、そう賞味期限を見たね、7月だったの。そう、それで、あ、やばい食べなきゃって思って、でもお菓子家で食べないからずっと置いてあるし、どうしようかなって思って、で昨日はお酒を開けた勢いでそのお菓子に手を出してしまって、なんか私さ、じゃがいもあんま好きじゃないってよく言ってるじゃないですか。なんかポテトフライとかさあんまり好きじゃなくて、そうポテチとかもだからほとんど食べないの。なんかじゃがいもの苦いのがあんまり得意じゃなくて、そうだからポテチとかも全然食べないんだけど、でも家にその前にね、カホとカイリが持ってきてくれたポテチがずっと家にあったの、食べないからしたら、何を思ったのかっていうか、そのお酒と一緒に食べるものがないと無理だったから、なんかお酒と食べられるものあるかなって思って、あ、これ食べようって思ってね、ポテチ一袋全部食べたの一人で、激ヤバじゃない普段さポテチなんてさ食べない人がさ、ポテチ一袋全部食べた、やばいよね。別に後悔はしてないんだけどだってもうさ家にあっても食べないしさ、賞味期限が切れちゃうから、お酒の勢いで食べてよかったと思うけど人生で初めてポテチ一袋一人で食べたお酒って怖い。え、そうなんです。そう、激怖。そうやばいよね、ポテチ一袋でもね、しかもね、それだけじゃないんですそれだけじゃなくて、何を食べたんだっけ、チーズと、あと何、なんかさ、あのアルベックス新潟レディースさんの試合に行った時に、あの亀田製菓さんのこうちっちゃいお菓子みたいな、ハッピーターンと柿の種、こんなちっちゃいやつをもらったんだけど、それもお家にあったからこのちっちゃい、そんなにだから入ってないんだけど、普通の柿の種の多分半分ぐらいしか入ってないんだけど、それとハッピーターン1枚と、あと何食べたっけ、もうとにかく結構爆食いしたんですよ。怖いくらいにめっちゃ怖かった。でも1日お家にいたし、次の日休みだからいっかと思って食べたんだけど、もう一生しないと思う。だから今日から食べないし怖いよね、めっちゃ。ある意味お揃いか、私がみんなに合わせに行ったの本当に怖すぎ。そう、一人でお家で一人で飲みながらずっと食べてた、ゲーム部の配信見ながら。怖すぎだよね。でも食べ終わった瞬間にすぐ寝ちゃって、怖すぎ、本当に怖いよ、大人になっちゃって怖いよ。あ、そう、でも記憶はそうなくならないから、そうな、食べずにひたすら飲めないんだよね私、お酒の味がなんか一緒に食べるだからお酒太るって言うんですよね。お酒単体じゃなんかそんなにものすごい太るってわけじゃないらしいけど、一緒に食べるものによって太るらしいよ。でも、だから怖い、逆に自分がめっちゃ怖かった。今まで絶対そんなことしないから、家でそもそもお菓子食べないし、怖すぎてもう絶対やんないえ、
でもさ、それでさ寝ちゃってさ、チャットほったらかすってやばいですよね。本当にごめんなさい、大反省反省はしてるけど後悔はしてないそれで昨日は起きたらチャット更新できる時間が終わっててわかる。しかもさ今日の朝5時だしさ、本当にやばすぎしました。そう、でも私の中でちょっと昨日は伝説を作りました。ポテチ一袋食べる。ポテチそもそも食べない、自分でも買わないし絶対。そう、日本酒まで開けなくてよかったよかったです。本当に危なかったでも今日からコンサートに向けてダイエットしますって言って、今日友達と遊んでたから全然食べてたんですけど、もうでも食べない、帰ってきてから。帰ってきてからはもう今日は食べないので。あ、そうだ、日本酒そう もらった、なんかパパからもらった、こんなちっちゃい日本酒でも開けてない。まあ別に家で飲まないから、うん、そう、なんかずっと開いてない。そうなのよ。もう一個あんだよね、ポップコーン食べない、誰かにあげる。そうだからみんなに食べに来てほしいんだけどさ、家に全然人が来てくれない。今日友達が初めてうちに来てくれました。そうメンバーとかさ全然いつでも遊びに来てもいいんだけどさ、全然来てくれないからさみんなポップコーン食べに来てほしいそうなの。今日だから友達と遊んでて、今日は2日間お休みだったんです。ちょっと最近ねバタバタしてたし、多分これからリハとかでまた忙しくなるから、すごい貴重なお休みいい過ごし方した。昨日は本当に多分幸せな過ごし方だった。そうで今日はお友達と一緒に遊んでて、そう友達とねがんばら祭りに行ってきた。嬉しい、行けて。そうなんかね、もともとそのずっと友達と遊ぼうと思ってたんだけど全然予定が合わなくって、そうで今日なら行けるってなって、でどこ行くみたいな話をしてたんだけど、そう、そしたらあ、かんばら祭りやってるやんってなって、そう最初ね、あそうかんばら祭りやってるやんってなって行きたいなって思ってて、そう、そしたらなんか行きたいなっていう話にはなったけど別に行く予定ではなくて、そしたらでもなんかカフェに普通に行ってたのよ友達と。そしたらそのカフェが思ったよりもカンバラにめっちゃ近くて、歩いて行ける距離のカフェであれ？カンバラまで歩いて行けんねみたいになって、カフェ行った帰りにちょっとカンバラに寄ってきたんですよ。でもカフェでさお腹いっぱいになってるからチョコバナナしか食べなかったんだけど、そう雨ね、そう止んでたの、ちょうど降ってなかった。今どうだろう、わかんないけど。そうなの、人ね、わかる、めっちゃいっぱいいた。でもまだその夕方、昼何時に行ったっけ、3時ぐらいとかだったから、そうあれだけど、もしかしたら今ぐらいの時間の方がめっちゃ混んでるかも、夜の方が。そうだから混んではいたけど、そんななんかめっめっちゃやばいってぐらいじゃないかも。夜の方がなんかやばそうな気がする、うん、
そう、雨ちょうど止んでました。そうなの。そう、それでさ、さっき写真を載せたじゃないですか、私カンバラーのね。でさ、このお面をね、友達と買ったの。みんなこのお面わかるでしょ、みんなこのお面がなんだかわかるでしょ。これさ、去年のツアーの時にあのさ、季節ブロックでさ、しゃべぴでさ、ななみがつけてたのよ、これを。覚えてる？ななみが声つけて踊ってた、しゃべぴ。そう、それであの私の友達がその愛ちゃん推しなんだけど、まあ、愛ちゃんが卒業してから最近ななみ推しになったんですよ。そう、私の友達、今日一緒に遊んでた友達が、定期的に会ってる友達なんですけど、愛ちゃん推しのさ、友達が最近ななみ推しになって、この前ななみの生誕祭も入ってたんだけど、そう、最近ね、ななみ推しになったんですよ。それでなんかあのカンバラ、その友達と行ったらお面屋さんにね、これが売ってて、そう、あれ？これってななみんがつけてたやつじゃんみたいになったのね。そう、そしたらさ、びっくりなのがね、そのカンバラさ、めちゃくちゃ人がいっぱいいるんですけど、歩いてるとみんなこれつけてんの。え、怖くて、え、なんでみたいな、なんでこれがこんなに流行ってるのかがわかんないんだけど、めっちゃ流行ってて、みんなこれつけてんの、ちびっ子が、子供たちがみんなこれつけてんですよ。え、なに、ななみ推しなのかなみたいな。え、だってさ、アンパンマンとかさ、何、プリキュアとかさ、仮面ライダーとかのお面とかめっちゃあるじゃないですか、お面屋さんって。てか子供ってそういうのが好きだとばっかり思ってたんだけど、みんなこれつけてんの、子供たちが。なんでこれがそんなにいいのかが全然わかんなくて、なんか私たちは、あ、ななみがつけてたやつだって思ったけど、正直さ、お面屋さんでこれが並んでてもさ、これがいいとあんま思わないじゃん。え、だったらプリキュアとかの方がさ、いいなって思うじゃん。でもこればっかりなの。これなんかいろんな色とか、なんか柄のやつとかもあったんですけど、みんなこれつけてんの。え、なんでなんだろうと思ってめっちゃ調べたのね。したらなんかどうやら鬼滅に出てきたらしくて、なんて書いてあったっけな。そう、鬼滅パワーらしいよ。そう、なんかね、なんて書いてあったっけな、これだ。そう、鬼滅にね、出てきたんだって。最終選抜へ行く炭治郎に、何これ、あ、うろこだきさんが渡した狐のお面、サビトとマコモもつけていた。全然私鬼滅見てないから全く分かんないんですけど。フォローしました、ありがとうございます。そうらしいの。もうさ、怖いぐらいにみんなつけてんのこれで、え、またななみのやつつけてるよみたいな、え、ここの子もななみのつけてるよみたいな、ずっとね、そう言ってて、そんぐらいもうすれ違う子供たちみんなこれつけてんの。嘘じゃないよ、本当なの。本当にみんなこれつけてて、なんか狐の集団とかいたわけ、みんなこれつけてて、何でそんなに流行ってんだろうみたいな、絶対アンパンマンとかの方が可愛いじゃんみたいな。そう、なんかでもすごい流行ってたから、そう、それでなんか私のね、友達が最近ななみ推しだから、ななみとお揃いで買おうかなみたいに言ってて、そうだからね、私がね、あ、じゃあななみがそのツアーの時につけてたやつ探すねみたいな、それに似てるやつにしようみたいな、それに似てるやつにしようって言って、私がツアーの時のさ、写真をバーって探したの。したらななみがこれを、これつけて、これ初日の時なんだけど、これをつけてて、で、え、これに似てるのって、これじゃないって言ったら全く同じのがあって、そう、色も全く同じのがあって、はっ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 ってなって、え、奇跡じゃん奇跡じゃん、これにするってなって、友達がそれを選んだ。ななみがツアーの時につけてた全く同じのがあって、そう、だから私はそれの色違いにした。いくらするの？え、ね、いくらすると思う？これみんなお面って買ったことあります？私はさ、ちっちゃい頃からさ、まあ、カンバラ祭りとか行ってたけど、私は絶対にそういうの買ってもらえなかったの。なんか風船とか光るおもちゃとか、こういうお面とか綿あめも買ってもらったことなかった。
本当になんかそういうの全然買ってもらえないんですよ。ポッポ焼き買ってもらえて、せめてポッポ焼きとか、なんかもうリンゴ飴とか食べたことなかった買ってくれなくて。そうだからお面の相場が全然わかんなくて、いくらぐらいだろうねって友達と話してて、600円とかじゃないみたいな話してたの。したらさ、あのナナミと全く同じお面を見つけてさ、じゃあこれくださいって言ったらさ、1500円ですって言われてはぁみたいな。めっちゃびっくりした。お面って今そんな高いの？1500円みたいな、信じられなくて。そう、高くない？金銭感覚バグってないよね。1500円高いよね。そう、でも子供たちみんなこれつけてるの。なんかさ、信じられなくて。なんか私たちは今大人だから、そりゃ1500円ぐらい払えるけど、子供たちみんなつけてんの。そんな高いお面子供たちに買わせてんのってか、買ってもらってんのっていうか。そう、私はなんかお面とかそういうものをお祭りにはめっちゃ行ってたけど、そういうもの買ってもらってなかったから。そうだからさ、今時の子供たちってそんな高いもの身につけてんのっていうか、なんかお祭りで買ってもらえるのみたいな、めっちゃびっくりして。そう、すごっ1500円みたいな。そうでも、もう友達はお面にななみってお面にななみって名前つけてあ、これでななみと揃えってずっと言ってました。楽しそうで、よかっためっちゃ面白いよね。そう、ななみってつけてたお面に。で、後から気づいたんだけど、ななみってさ、ツアーの時さ、ずっとこれつけてたじゃん。私ツアーの時のさ、写真をさ探して、その友達に見せた時はその初日の時の写真で見つけて、なんか、あ、友達にじゃあこれっぽいねって言って、全く同じの見つけて買ったんだけど、後から気づいたんだけど、ななみツアーの日によってお面違ったなんかね、2種類お面があったっぽくて、初日の時はその水色のやつだったんだけど、後から調べたら違うツアーの時は違うお面つけ嘘ってなったんだけど。そうでもね、そうでも、あの、そうなのよ。なんかそう、びっくりした、本当に。そうなの。あ、なんか携帯バグっちゃった。携帯バグっちゃった。そう。初日の時はさ、この水色、わかるかな？水色のやつだったんだけど、これいつだろう？いつだかの時の。めっちゃ面白い。こんなに拡大することないよね。いつだったかのツアーの時を見て、こんな全然違う柄のお面をつけたとことに気づいて全然違くない？後から気づいたの。てか誰もそんなとこ見てなかっただろうね絶対誰も見てなかったよ、そんなとこ。そう、でもナナミとお揃いのものをね、そう、買えたから、友達はすごい満足してたそうなの。だからそのこのね、さっきツイッターにさ、この写真をさ載せたらさ、なんか「そのお面は」みたいな、既視感あるみたいなコメント結構来てたんですけど、そのために買いました。ななみとお揃いにするために買いましたそう、だから私たちは「あ、ななみとお揃いだね」って、ななみがツアーでつけてたやつだねって言って買ったんだけど、多分、その町中かんばら祭り歩いてる人たちからしたら、多分鬼滅が好きな人だと思われてるでも私も友達も鬼滅一回も見たことなくて鬼滅マジわかんない炭治郎とねずこしか知らない二人とも鬼滅見たことなくて。そう、絶対さ、これ持ってったらさ、周りの人にはさ、あの人も鬼滅好きなんだって思われるけどさ、二人とも鬼滅全く見たことない、めっちゃ面白いよねななみには写真送るか迷ったんだけど、明日言うことにした。明日会えるし、公園で。明日
明日ななみに言おうかなって思います。マジで面白いそう、本当に面白い。しかもさ、友達がね運転して行ってくれたんだけど、そう帰りさ、友達運転しながらさ、お面ここにつけててさここにつけながらさ車運転しててさ面白すぎたんだけど、本当に。今度からななみに会いに行くときこれつけていこうかなみたいな本当に面白すぎたすれ違うさ車とかさ、もうめっちゃ松井浮かれてんなって絶対なるじゃないですか本当に面白い。そうなんかね、それでなんかその時はなんかお祭りの気分で浮かれてて、ななみとお揃いでじゃあ買おうよみたいに言ったんだけど、でも実際さ絶対使い道ないよねみたいな話したの。でもそしたら友達が、いやななみに会いに行く時も今度から絶対これつけてくからみたいなそっか、じゃあ使い道あるね。だから私も決めました。あのさ、7月の29日東京のオフラインで4,5,6分に浴衣を着るんですけど、これつけることにした東京のオフラインのおしゃべり会で浴衣着るとき頭にこれつけるえ、これ結構邪魔なんだけど、これつける。だって私もこれ買ったのに使い道ないから使い道ないからこれつける3部はね、完売したら猫耳つけることになってんだ。これでもどうやってつけんの、ななみはもうかぶってたからな。これさ、よくかぶったよね。だってさ、友達とさ話してたんだけどさ、これさ前髪潰れるしさ、絶対メイクここにつくじゃん。よくさ、あの時かぶってたよね、通話の時。すごいわ。え、難しい。髪ボッサボサ。え、すごいな、よく通話の時かぶってたね。頭の形さ変になんないキュッだめっちゃ面白い。あー、取れない取れない。面白すぎ。え、そう、あのね、なんか実はさ、もうすでにさ、ななみのファンの方でさ、このお面をさつけてる人がいたの。この前のななみの生誕の時もいらっしゃったんだけど、そう、もうさすでにいてさ、そうだからそれつけてれば絶対ななみ推しだってわかるよっていう話をねしてたの。したら本当に売ってたからこれで私もななみ推しになっちゃったそうなんかね、この前の生誕の時なんならずっとつけてた気がする。あ、気のせいかな。でもお見送りの時には絶対につけてた。公演中もね続けてた気がする。立ち見に いたんだよね、たまにね、いるの劇場にこれつけてる人、なんかななみのファンの人なんだなって思ってたんだけど、これどうやってつけるのが正解なの。でもだってこうじゃないとちょっとつけられないかも。だってこうしたら顔にかかっちゃうじゃん。でもさ、こうしたらめっちゃ真横だしさ、どうやってつけるのが正解なの。後ろじゃないし、明日つけようかなね。明日つけろって言われてるのかと思った無理、さすがに公園ではつけらんないつけろって言われてんのかと思ったそう、だから明日ななみにね
報告するんだ。友達と買ったよ。そう、友達の、あ、でも違う違う、ななみの生誕祭にも友達入ってて、そう、最初ね、なんか行こうか迷うって、そう、来てて、連絡来てて、そうで、ななみに、私の友達がななみの生誕入ろうか迷ってるんだってって言ったら、おいでよって言ったから、おいでよって言ってたよって言ったら、当たったって言ったから、あ、私の友達生誕当たったんだってってななみに報告してて、そう、そうなの、そう、だから明日ななみに報告する、友達と行ってきた、買ったってみんな、私も7月29日のおしゃべり会でつけるね。これが一番いいかも、このつけ方が。なんかアイマスクみたいな、アイマスクをおでこにつけてるみたいないい感じ。え、そう、浴衣の時着るじゃない、つける浴衣着る時につけるね。なんかね、めちゃくちゃいっぱい種類があったんだよね。なんかピンクとかも可愛かったんだけどさ、薄紫にしちゃった、私は。なんかいい、なんかさ、髪飾りみたいハーフツインに髪飾りみたい。髪の毛アップか、お団子とかかな。楽しみ。それで下駄の穴開き、もう完全にお祭りだね。でもさ、なんかさ、カンバラさ、4年ぶりなんだって、今年開催されるのが。そう、多分ね、最後、それこそ4年前が、多分カイリとチカナと3人で行った時かな、4年前ってことは。そう、1回ね、メンバーと行ったことがあって、カイリとチカナと。なんでその3人で行くことになったか全然覚えてないんだけど、そう、行ったことあったのね。でもさ、私友達と行ったことがなくて、ずっとなんか学生時、あのね、これね、新潟あるあるなんですけど、カンバラ祭りっていつもまあこの時期なの、7月、あとまあ6月末から7月頭なんだけど、絶対に高校、中学、高校生はテストと被るのね、絶対に。でもさ、めっちゃいるじゃん学生、だからみんなテストサボってんのテスト勉強サボってんのよみんな。そう、絶対にテストと被るの。そうだし、なんか私は一緒にお祭りに行くような友達がいなかったからそういや、きっといな、私に友達がいなかったんじゃなくて、みんなそのテストをサボるような人がいなかったの、きっと。私の周りはみんな真面目だったんだと思うきっとそうであってほしい。だからさ、私みたいなテストサボってまでお祭りに行く人なんていなかったんだ、きっとね、多分そう、だからさ、私友達と行ったことがなくて、あ、私はサボってお祭り行ってた人だけど私は勉強サボってお祭り行ってた人だけど、そう、だから家族と行ってたの、毎年カンバラ。私がカンバラ来たいってめっちゃ言って、でもさ、家族はさ、なんか車止めるとこないし、渋滞するし、人いっぱいいるし、嫌だって言うわけ。でも私は行きたいって言って、なんか無理やりに連れてってもらって、でも結局何も買ってもらえないから行ってもそう、だからポッポ焼きはでも絶対買ってくれるから、ポッポ
焼き買って、あとは、まあ、買ってもチョコバナナぐらいとかなんだけど、でもそれだけのためにあの何回かむら祭りに行ってたんでそうだから、なんかずっと今まで家族としか行ったことなくて、まあ、1回メンバーと行ったことがある。友達と行くって憧れだったのよそうだから初めて、この年になって初めて友達と一緒にかんばら祭りに行って、そう楽しいと思って、でもお腹いっぱいだとか全然食べられなかったけど、チョコバナナしか、ね、しかもこれ1500円するし、ね、高えからあれだけど、そう楽しかったのすごくそうポッポ焼きお腹いっぱいだったからポッポ焼きは買わなかった。逆にポッポ焼きお祭りで買わない方が珍しいぐらい、そうポッポ焼きだけは買ってくれてたから絶対初めて友達と行きました。でもさ、この年になって思ったけどさ、やっぱ子供がめっちゃ多いね本当に。なんか昔は自分たちが子供だったから全然意識したことなかったけど、なんか今日行ったら小学生中学生みたいな子がめちゃくちゃいっぱいで、そう子供だらけだと思って、なんかもう自分が大人になっちゃったことを実感しました。でもすごい子供が超いっぱいだった。うん、そんなになんか自分がね子供の時しか行ってなかったから気づけなかったけど、こんなに子供しかいないじゃん、子供ばっかりなんだと思って、そうあ友達とすれ違ってあるね。でも私別に知ってる人に会わなかったな。そう一緒にいた友達はなんか同僚に会ったみたいだったけど、私は別にえ、なんかさ、でもすごいこれもねきっと新潟の人あるあるだと思うんだけど、あのかんばら祭りってその小中学生とか子供がねめちゃくちゃいっぱいいるから、なんか学校の先生とかがさ見回りにねいるの多分今日はまだ昼間の時間帯だったし、別に子供たちがいても何も悪くない時間帯だったから、なんか普通におじいちゃんおばあちゃんの見守りの人しかいなかったんだけど、夜遅い時間とかだとなんか学生は何時までしか行っちゃダメみたいなのがねあるの、お祭りゲーセンとかもそうだと思うけど、そうだからなんか取り締まりがめっちゃ厳しくて、学校の先生とかがさめっちゃいるんですよ、かんばら祭りって。なんかあの本部みたいなところ本部みたいなところによく先生いがちなの。そうで昔はなんかその怖い、先生に会うの怖いじゃないですか、たとえさルール守った時間だったとしても。そうだからさ怖かったんだけど、でも今はなんかもう先生に会うこともないからさ、なんかワンちゃんお祭り行ったら先生会えるかなみたいななんか先生とかに会えるんじゃないみたいな話を友達としてて、だってもう小学校とか中学校の先生になってさ会わないじゃん、会わないしさ、なんかその現役のさ時はさなんか別にプライベートで先生に会いたくないけどさ、なんか大人になってさ、あの時の先生ってすごい良かったんだなって思うことっていっぱいあるじゃないですか。私は結構本当に小中高全部先生に恵まれてて、いい先生しかいなかったのね。そうだから会いたい先生しかいないんだけどさ、そう先生に会えるかなって思ったんだけど全然一人もいませんでした。知り合いすら一人もなかったそう、あ、違う、でもね、そう学校の先生とかがさ見張ってるからさ、学生時代はちょっと怖かったって言っても、親と一緒に行ってるから家族で行ってるから全然何も問題ないんですけど、その当時は先生とかがいっぱい見回りしてるっていうちょっと怖いイメージだったんですけど、そうもうだから、あ、自分が大人になっちゃったんだなって思って、だってその先生に恐れることもないしさ、
周りみんなちびっこばっかりだしさ大人になっちゃったなって思ってすごい実感しました。でもあとさ、お店、そう、神原祭りってすっごいの、お店がもうずーってめちゃくちゃ長い屋台が並ぶんだけど、なんかさ、屋台がさ、すごい今時の屋台が多いよね。今で言うと10円パンがすごい多かった。でも来年にはあるかなみたいな来年はあるかなみたいな。あとさ、それこそ4年前チカナと帰りと行った時とかは多分レモネードがめっちゃ流行ってた時で、なんかさ、わかりますか、袋がこうジッパーみたいな、なんかさ透明のさ袋にさストローがこう刺さってるさ、レモネードとかめっちゃ流行って、多分その時めっちゃレモネード流行ってて、そうレモネードその時。でもね、今はレモネードのお店は結構少なかった。あのなんか光るドリンクみたいなとか、あの哺乳瓶とかね、あれもでも減ったなって思いました。哺乳瓶のお店とかわかりますか、哺乳瓶のお店って言うとなんかいろいろ誤解を生む、あのさ哺乳瓶の形のさ、なんかドリンクのやつがあって、そうそう電球ソーダとか、そう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 、そういう系もあったけど、今日もやっぱ昔よりも減ったなとか。そう、あとチーズドッグのお店もね、それこそ4年前とか5年前ぐらいは多分めちゃくちゃあった。今の10円パンみたいな存在感チーズハットクのお店もなんか少なくなったなって感じだったし、そうそう、確かにタピオカ、え、タピオカ全然なかった、見てないえ、タピオカのお店なんて逆にあったレベルで見てない。確かに、え、タピオカのお店ありえないぐらいあったよね。それ何年前ぐらい、6、7年前ぐらい。いやだからさ、すごいよね屋台って。そうだわ、確かに。え、あとさ、あとね、多分今の流行りのお店でなんかね、なん外国のホラーゲームホラーなんかキャラクターみたいな、なんかさ、モケモケのえ、多分さ、私初めて見たんだけど、お祭りって初めて見たんだけど、なんかモケモケの手の長い口裂けた変なキャラクターみたいな調べたんだよね。なんか見たことないけど、めっちゃそのお店がいっぱいあって、え、何流行ってんのみたいな調べたんだけど、ハギーワギー知ってますか、ハギーワギー、めっちゃこのお店がいっぱいあったので、なんかみんなこれをこう首、なんかめっちゃ腕の長いぬいぐるみみたいなやつなんだけど、カラフルな、なんかみんなその腕をこう首に巻きつけてなんか持ってて、なんじゃこりゃって。でもね、すんごいいっぱいあったお店、5軒ぐらいあったえ、ちょっと調べてみて、ハギーワギーカタカナ、海外の PC ホラーゲームに登場する人食いモンスターらしいんだけどめっちゃいっぱいあったの。そう、なんかさ、あのよくあるじゃん、くじみたいな、なんかぬいぐるみ、なんかおもちゃとかがさ、うちの子たちも持ってで、流行ってんのそれ、初めて見たんだけど、今日初めて見たんだけどさ、流行ってんのかな。なんかあのよくお祭りとかならこうくじみたいな、そういうお祭りのやつで、お祭りの屋台でなんかすごいカラフルな腕長いモケモケの口先キャラクターがいっぱい並んでて確かに夜あったら怖いよね、結構怖いんよ。ハギーワギーは青い体と長い手足、不気味で怖い表情が特徴的です。海外のホラーゲーム、2021年10月にリリースされた海外の PC ホラーゲーム、なんなの、子供たちの中で流行ってんので、このお面、このお面とこのハギーワギーが今めっちゃ流行ってるっぽくて、そう、お祭りでこればっかりだった。そうなの、子供からは可愛く見える、嘘だね、本当に言ってる、
でもめっちゃ多かったんだよな、これのお店。私これ持ってる子供たちもめっちゃ多くて、そう、あ、ゲーセンにもあるんだ。へえ。よくある幸せを呼ぶに、あ、あるよね。逆ホラーゲームのキャラクターらしい。だからなんか面白いさ、お店がいっぱい、痩せてるムックセンスある、めっちゃ面白い。そうだからさ、なんかすごい屋台、お店の屋台を見ればさ、今何が流行ってるかがすごいなんとなく分かりますよね。すごいね。だから私も今日そのチョコバナナをさ友達と買ったんだけど、あれもさ、なんかあのカラフルなチョコな時点でもうさ今時じゃん。正直私の知ってるチョコバナナは茶色しかなかったけどさ、でももう何ここ 5,6 年前ぐらいからああいうカラフルなさチョコバナナっていっぱい出てきたじゃないですか。あれが今全然当たり前だしさ、しかもあれでも食べにくいじゃん正直あの形がさ、みんなさ今こう輪切りになった状態でチョコかけられてるみたいな、そっちの方が食べやすいよね。とかさ、すごいお祭りって面白いなって思って、時代背景をめちゃくちゃ感じる。あとね、リンゴ飴多かった。なんかさ、リンゴ飴ってまあお祭りの定番っていうかさ、いちご飴とかだけどさ、なんか最近さ、リンゴ、あの原宿にあるリンゴ飴のお店わかりますか。なんかこうカットされてて、いろんなフレーバーがあってみたいな、多分そのお祭りでよく見るああいう丸いリンゴ飴っていうよりかは、なんかそういうちょっとおしゃれな感じのリンゴ飴のお店みたいなとかあったり、そのお祭りでよく見るリンゴ飴とは違う感じののがねいっぱいあったりとかして、そう、いや面白い本当に。ちなみにそのなんかね、私の今日一緒にお友達行ったお友達、カンバラは初めて行ったの。私カンバラ祭り友達行ったの初めてだったんだけど、そう、なんか前に白山祭りもでもその友達と行ったことあって、で私もその友達もバナナがね好きなの。だからなんか白山祭りに行った時もチョコバナナそういえば買ってたよねって言ってて私たちお祭り行ってもチョコバナナしか買わない私たちチョコバナナフレンズだねってめっちゃ意味わかんない名前つけられてたそうだねチョコバナナフレンズですそう、白山祭りに行った時も最後二人でチョコバナナ食べてたねって。そう、あ、そうね、今日から風鈴祭りやってるよね白山の方はね。そうそっちもね、機会があったらたらいいなって思うけど、え、そうなの、私の前最高に面白いんですよめっちゃ面白いの、うん、チョコバナナフレンズです確かにかき氷屋さんないね。なかった、あったのかな、あんま見てない。本当に面白い、すごいお祭りって楽しいってなった全然歩いただけだったけど、うん、楽しかった、すごい面白い。そう、それでさ、なんか帰りは友達がさ運転して連れてってくれたから、あの帰りさ、あの辺ちょっと渋滞するじゃん、カンバラ祭りやってると。でも別に急ぎじゃなかったから、なんかその渋滞にはまりながらそのカンバラ祭りを楽しむさ人たちをさ人間観察してたの、車の中から。そしたらさ、浴衣着てる人さ結構いて、いやすごいなって思って、なんかさ花火大会とかなら浴衣まあ着ようかなっていう気持ちになるけど、なんかカンバラで浴衣着ようって私はあんまりならなくて、しかもさあの人混みでさ雨も降るかもしれないしさ、普通に歩いてるだけで暑いしさ、なんか
よく浴衣着るなって思って、結構でもねいたんだよね浴衣着てる人、すごい本当に尊敬しちゃう。カンバラでね浴衣は着れんよ。花火大会だったらまだしも、あのぎゅうぎゅうの人混みでね浴衣はよく着れるなって思って、でも意外と多かったよね。そう偉いなって思って、すごい。でもさ子供もさ結構、子供は結構浴衣着てる子多かったな。でもそれこそこう中学生とか高校生くらいの子で浴衣着てるのは本当に尊敬しちゃう。はじめまして、ありがとうございます。変なやつだと思われそう、こんな頭につけてた。そうでもさちっちゃい子たちがさ浴衣着てんのさめっちゃ可愛くて、そうえなんかねその車帰り道に車から人間観察してる時にめっちゃうわーいいなーと思ったのがなんかね小学校低学年ぐらいかな、多分見た目小学校低学年ぐらいの子が浴衣着てて、もう髪の毛がねおかっぱで結構そう短かったボブみたいなおかっぱで、もちろん小学生ぐらいだから髪の毛なんて絶対染めてないし、ほんとなんか真っ黒、すっごい綺麗な真っ黒の髪の毛で浴衣着てて、キュウリの一本漬けをさ持ってたのよ。そう、いいセンスあるみたいな、なんかそこでさ綿飴とかじゃなくてさキュウリの一本漬け選ぶところが最高にいいなって思って、そうなんかもうなんか ビジュアルがすごい良くて、おかっぱ頭にピンクの浴衣着てキュウリの一本漬け持ってね歩いてて、かわいいな。いやいい、なんかあの幼さでねキュウリの一本漬けの魅力に気づいてるのが素晴らしいと思うよ私は。いやいい本当に、なんかチョコバナナとかじゃないの、もう私の方がお子ちゃまだった、チョコバナナ選んでる時点で私の方がお子ちゃまでした。いい、キュウリの一本漬け食べて歩いてるのが素晴らしい。あいいねって思った。見ててうわいいなって思って、すごい良かったです。いいね、すごい。え、でもなんかさあと大人の人は結構そのお酒片手に結構食べてる人とかいて、あそれもいい大人なお祭りの楽しみ方だなと思って、あ私はもうあいた。すごい焦っちゃった。焦ってカーンとか言っちゃった。私はもう今日から禁酒なので飲んでないですけど飲んでないですけど、いやお酒片手にお祭り楽しんでるのめっちゃいい、大人のお祭りの楽しみ方って感じで楽しそうだなって思っちゃった。いつかやってみたいね、いつかやって。でもさアイドルでいるうちはちょっとできないなと思って、だってちょっとファンの方とかに見られたら結構こう恥ずくない、なんか私がさ昨日お酒飲んだんだよねって言うだけとさ実際にさお酒片手にお祭りに行くのとさわけが違う、それを見られるのとはさわけが違うじゃないですか。昨日ストゼロ飲んで寝ちゃったんだよねって言うだけだったら、まあ、私もさビール片手にお祭り歩いてるとこ目撃されたらさすがにちょっとさ恥ずかしすぎるからさ、ちょっとアイドルでいるうちは無理だなって思うけど、でもちょっといつかやってみたい大人なお祭りの楽しみ方。いやでもそしたらビールがいい、ちょっと外でストゼロ持って飲まん。楽しそうだなって思う。え、いいじゃん、なんかもうだって大人だからさお金もちゃんとさちゃんと払えるじゃない、自分で食べたいものにお金を払えるからさ、そうだからこうお酒にさ合うさなんかこうお祭りの屋台のなんか食べ物とか自分で買えたらめっちゃいい。
それこそキュウリの一本漬けとかいいかもしれないじゃん。なんかいつかやってみたい、大人のお祭りの楽しみ方だなと思って、いつかやってみたいなってちょっと憧れたりとか、車でそう見てて そう思ったけど、楽しそうだったすごいそうなんかね、いっぱいあったよ。お肉のいい匂いしたりとか、あとさ、私さあんまりお祭りでさ、あの何箸巻きとかお好み焼きとかあんま食べたことなくて、焼きそばはまあたまにあるけど、あんまりなんかそういうの食べたことなくて、そうなかなかそういうのも食べ歩きするのちょっと憧れ憧れだから、ちょっとお酒片手にやってみたいあとなんだろうね、お酒に合いそうな屋台なんだ。あ、そうポテト食べないからさ、そうなんかあの長いポテトとかあんじゃんお祭りでよく、あれあれ食べないからさなんかあのイカじゃなくてなんだっけ、あのパスタ揚げたやつとかあ、唐揚げいいね、わかる。お祭りの唐揚げってなんであんなに美味しいんだろうね。お祭りの唐揚げ大好き、美味しいよね。あ、いいねいいね、そういうのそういうの欲しいいつか やりたいこと、大人になったらやりたいことリストにしようあ、ケバブもあった、ケバブもありました。なんかさ、あとさ、なんだっけ、もつ焼きみたいなお店もあって、ペイペイ使えるよってめっちゃ大声で言われて、あ、お店で屋台でペイペイ使えるんだすごいって思いながら素通りしちゃったわかる、今時だよね、屋台でもペイペイ使えるんだってそうなんだって思いながら通り過ぎたそうなんだって。でもさ、結局さ、なんだかんだでさ、ポッポ焼きが一番美味しいと思うんだ。今日はお腹いっぱいだったから買わなかったけど、やっぱさ、ポッポ焼きだけめっちゃ並んでるもんね。すごい、ポッポ焼きのお店だけはさ、なんか点数変わらなくない？店の数、なんかその流行りイースタリアタピオカ屋さんが1軒しかないとかさ、チーズドッグのお店が減ったとかさ、10円パンがめっちゃいっぱいあるとかあるけどさ、ポッポ焼きだけは本当に減らないよね。絶対にあるし、しかも絶対どこも並んでんの、すごいと思う本当に。しかもこれが新潟にしかないっていうのがびっくりすぎる。どこもあんなに並んでんのにさ、新潟にしかないってびっくりだよね。しかもさ、なんかポッポ焼きの匂い嗅ぐと、あ、お祭りだなって感じ。多分さ、人それぞれあるじゃん、この匂いを嗅いだらお祭りの匂いがするとか。それがさ、何、お好み焼きみたいなそういう匂いなのか、焼きそばみたいな匂いなのか、なんかいろいろあると思うけど、ポッポ焼きなんよ。なんだかんだでやっぱり、うわお祭りのいい匂いするなっていうのはポッポ焼きなんですよ。そう、いや、あの匂い以外はなんかもう違うの。確かにお祭りっぽい匂いするけど、なんだろう、居酒屋でも嗅げる匂いみたいな居酒屋でも嗅げる匂い、鉄板の匂いっていうかさ、違うんだよね。ポッポ焼きだけはなんかもうあの独特の匂いっていうかさ、そう、あれを嗅いで初めて、あ、お祭り来たなって本当に実感した今日。ポッポ焼き屋さんの前の匂いがダントツでお祭り感あった。でもさ、県外のお祭りであの匂いすらしないってことでしょ。でも祭りじゃないわそれ多分だ
って県外にポッポ焼きのお店なんてないから、もちろんあの匂いもしないじゃないですか。あの匂いを嗅いで初めてお祭りに来たなって実感するから、あの匂いがない時点で多分祭りじゃないって思っちゃうぐらいに、ほんとなんか鼻に染みついてるっていうか、なんかそれイコール祭りっていう、そう感じがするものすごく。だからなんか新潟の人なんだな私って思った新潟の人なんだなって。だって新潟の人じゃなかったらさ、ポポ焼きの匂いを知らずに生きてくるってことって結構衝撃なんです。それぐらい馴染みのある匂いなんですよ、ポポ焼きってそうだからすごいなって思った。だってね、今日さすごかったのが、なんかその神原祭りに行く前にさ、近くのカフェに行ってたので、本当に神原からめちゃくちゃ近かったから、その逆の人もいて、神原帰りにそのカフェに寄る人、なんかテイクアウトとかもできたから、その神原帰りにそのお店に寄る人とかもいたのね。でなんかすごい親子連れの人が、私たちがまだそのカフェにいた時に親子連れの人が来たの。したらさ、ポッポ焼きの匂いがしてその人たちが来た瞬間にえ、ポッポ焼きの匂いするって思ったら、その人、その家族、ポッポ焼き買ってて、手になんかもう匂いだけで判断できる、ポッポ焼きってそう、わかるぐらい、そう、すぐわかる匂いだし、もうなんかこう帰る人の手に絶対に袋がついてるレベルで、絶対みんな買ってるし、なんかそう、すごい自分でも我ながらすごいと思った。ぼやきの匂いってすぐわかるって、そう、本当にすごい。それぐらいさ、かけがえのない新潟のお祭りにかけがえのないものなんだと思う。本当にあれがないお祭り想像できない、ありえないくらいにめちゃくちゃ染みついてる匂いがもう、だから分かる、階段だけで。そう、ぼやき愛え、分かる、ぼやき多分めっちゃ語れる私。でもこの前あの鴨市に行った時に、あのロケでなんか揚げポッポのお店がさできたの、最近鴨に。でなんか新潟日報とかにも載ってたんだけど、めっちゃ美味しくて、今度からそれもお祭りの定番にしてほしいと思った。なんかね、黒糖まんじゅう食べてるみたいな、かりんとうまんじゅうか、かりんとうまんじゅう食べてるみたいな感じだったの、揚げポッポ。めっちゃ美味しい、そう、すごい美味しかったから、まだそれ多分鴨のお店しかないかな、からもうこれから新潟のお祭りの定番にしてほしい。揚げポッポめっちゃ美味しかった。まあ普通のポッポ焼きもね美味しいんだけど、揚げポッポ美味しい。あれさ、なんかポッポ焼きってさ、時間経つとさ、ちょっとなんかふにゃってなっちゃうじゃん、べちゃっていうか。あれ自分でさ、揚げポッポにしたら復活すんのかな復活するかな、一日経っちゃったポッポ焼きとか。揚げポッポにしたら美味しく食べられる、あ、別に日付経っても美味しいんだけど、トースターで焼くとね復活するって言うよね。でもなんかそう、いっそのこと揚げちゃうとかどうなの、自分の家で揚げポッポ作ったら美味しく食べられるのかね、ちょっとそれも気になるけど。めっちゃ美味しかったから、お祭りにも出してほしい、すごい、うん、みんなも食べてみて。ちょっとカモにしか今お店ないんだけど、多分揚げポッポめっちゃ美味しかったから食べてほしい。
かりんとう饅頭の味がする。美味しかったよ。そう、なんかお祭り楽しいわ本当に。だから4年ぶりって感じだけど、嬉しい。やっとなんか新潟の夏が帰ってきたって感じする。なんか長岡祭りも新潟祭りもこう元の時間なんていうの、元の月にさ開催されそうじゃん今年は。去年はねなんか延期になって秋とかだったけどさ、今年はもう元の時期に開催されそうだし、カンバラも復活したし、すごい新潟のお祭りが帰ってきたって感じするね。ね、あれなんかあのさ、なんだっけ、新潟祭りさ、今年の新潟祭りさ、あれなんだっけ、コンサートとかぶってんだっけ、確かね。だからちょっと大変かもしれない混んでるかもしれないけどそう、コンサートちょっと大変かもしれない。かぶってるらしいね今年の新潟祭り。うん、私も花火見たかったよコンサートも楽しみだけど花火も見たかったよあ、そっか、ホテルとか高いんだ、新潟祭りがあるから。そうなんだね、大変。そっか、新潟祭りは3、4、5とか8月、4、5、6か、4、5、6かな、新潟祭り3日か。調べよってえでもさ、6ってティフでしょ、絶対見れんやん今年の新潟祭り新潟祭り。4、5、6だ。4日が民謡流しで、5日が住吉行列、6日が花火かな。花火は6だ、ティフだ。え、もしかしたらさ、じゃあ時間にもよるけどさ、帰りの新幹線からとか見えんじゃない、意外と。見えないかな、もう6の時点で無理やん、ティフじゃ絶対出てるじゃん、ティフ。花火6か、帰りの新幹線とかで見れたりしないかめっちゃ見たい人みたいでもね、絶対そのコンサートの時とか混んでるね、あのあたりね。メンバーまだ決まってないです、聞いてない、出るって。でも出る気だったに新潟祭り見たいので出ません。さすがに、さすがにそうは言わんよ、それはティフの方が出たいわ前乗りするからお祭り、え、行ってみて、多分バンダイあたりとか、あの川、信濃川沿いとか行ってみてください。そんなにお店はないけど新潟祭りはそんなにすごいお店があるって感じではないから、屋台の数だったら全然カンバラの方が多いですね、うん、出る気なのに見る、だからどうにかして新幹線から見られないものかと思ってるんだけど見れたらいいなって思って、うん、いや、いい、新潟の夏楽しそう。
でも NGT の夏も負けないぐらい楽しいからさね。コンサートとか新潟の夏も絶対に盛り上がるけど、同じぐらい NGT が夏を盛り上げていこうと思うので楽しみ。すごい嬉しいね。わかる、楽しみ。今神原祭り行ってきて、もう帰ってきちゃった私楽しみ。そうだ、全然さ、話は変わるわけじゃないけど、もうさ、今日さ普通にカンバラ友達と行ったんだけど、全然声かけられなくてあ、余裕だわそう、全然バレなかった。あ、でもなんかね、終わった後にマスク外してた。でも今日マスク一回もつけてないえ、別にこれもね、かぶってたわけじゃないから、そりゃ、これかぶってたらさ、バレないよ。違う違う、これかぶってないですよ。手に持ってた、これは。だからもう、ノーマルミユだったんだけど、あ、帽子もかぶってない。何にもしてない。さすがにこれかぶってたらバレないだろうし、逆に怪しすぎるでしょ、これつけて歩いてたら、この年の人が。え、これは手に持ってた。もうノーマルミユの状態で歩いてたんだけど、全然バレなくて。そう、ノーマルミユだった。でもなんか終わってからインスタの DM でなんかさっき見かけましたって女子高生から DM 来てたさっき見かけました、 なんて来てたっけ、見かけました、もし見かけたら声かけます、どういうことって一回見てもう一回見つけたら声かけようと思ってたかな、おーって別に声かけられたわけじゃないからさ、おおー思いましたけど、フォローされてない、 DM 送るだけ送ってフォローしてくれてない、フォローしてくれ JK DM するだけしないでくれでも気づいてくれたってことだから。え、逆にさ、私さ、ファンの方見かけたんだよね見かけたけど気づかれなかった。そりゃそう、なんか車に乗ってたの、もう帰る時でなんか渋滞してて、その見てたのよ、人間観察してた、車の中から。したらさ、あっ、見たことある人がいると思って見たらパパしてたあの真面目に子供2人と奥さんと一緒にいて、なんかさ、見ないじゃんそういうところ見ないじゃん。なんか普段はさ、ファンの方とメンバーとしてさ接してるからさ、なんかそういうプライベートな部分っていうかさ、見ないじゃないですか。だからさ、こう車から見てた時に、あ、あの人知ってる、力推しだった人だって見てたんだけど、普通にパパやってて、ああそっか、この人お父さんなんだって思って、女の子を2人連れてお父さんなんだって思って、そう、すごいなんか不思議な感じがしたそう、家族と一緒にいて、すごいなっていうかそう、すごい、なんかまあバレなかったんだけど、私が逆に外から見てたお父さんなんだなって思って、そうなんです、うん、
なんか不思議な感じがした、うん、え、さあとさ、すごいさ、私は全く気づかなかったんだけどさ、すれ違いざまにさ、ミュ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 ってめっちゃびっくりした。そう、ファンの方でした。一人だけだよ、でも声かけてきたのそう、え、めっちゃびっくりした。もうすれ違ってた、もうすれ違っててなんかもう耳元レベルで耳元レベルで囁いてる、ミュミュミュはってなった時にもう隣にいないの、もうすれ違ってんの、後ろにいたびっくりしました。でもそれだけ声かけられたの。そう、え、しかもさ、すごいのがさ、その人さ、私が友達にさいるところに会うの2回目なのその友達が2回会ってんの、すごく、なんかね、前に1回私が友達と普通に長岡に遊びに行ってて、そう、友達と長岡に遊びに行ってた時に、なんか長岡のねカフェに歩いてさ行ってたら、なんかちょうどその日日向祭りの公開収録がアオーレであって、そうしたらね、たまたまねそのファンの方がいらっしゃって、その時も多分声かけてくださって、そう、え、その時に友達に会ってる、私の友達に会ってるんだけど、私がその友達と いた時に、そう、え、今日も全く同じ友達と一緒に遊んでるところを目撃されましたそう、だからなんか友達に最初さ、私がさ声かけられてさ、ああどうもみたいになった後さ、やっぱ友達がさ、あれ、ファンの方みたいになるじゃん、一回会ってるから、その友達、あのさ長岡でも会ったよってなんだその説明の仕方みたいな。よく見つかるんですそうなの、友達はもうだから多分分かって、いや、でもまだわかんない、どうか、2回会って、すごいよね、これ遭遇率すごい。そうなんですよ。でもね、それだけ、あ、全然普通におしゃべり会とかも来るファンの人も普通に、そう、普段からめっちゃ公演とかもめっちゃそう来てくださるファンの方なんだけど、よくね外でなんか会うんだよねすごい、そう、偶然会うんだよね。そう、オーラがあるのかな。でも誰にもバレなかったよなんかガンガン突き進んじゃった、カンボラ祭りガンガン突き進んじゃった、わかる、すごい狭い世間。でもさ、ちゃんとさ、なんかそうやってなんだろうな、こう外で会うだけじゃなくて、こうちゃんとね、普段からこう公園に来てくださったりとか、おしゃべり会に来てくださったりとかしてくださってる方だからさ、ちゃんとなんか、なんていうの、節度が あるっていうかさ、分かってるじゃん、ちゃんと。なんか全然なんか悪いことされたとかじゃないよじゃないけど、そう、いや多分逆になんか全然そういうの来たことなくって、たまたま見つけて声かけましたみたいな人の方が結構大変だと思う。なんか握手してくださいとかさ、写真撮ってくださいとかさ、こう例えばあったとして、なんかさ、でもそれって普段はこう握手、まあ今握手会ないけど、握手会とかさ、なんかおしゃべり会とかあってさ、皆さんはさ、こうそういう機会があって会いに来てくださってるわけだから、なんかお断りするの、そういうの、写真撮ってくださいとか
握手してくださいみたいな時も。でもさ、なんかやっぱ申し訳ない気持ちはあるじゃん、ね、なんかさ、なんかすごい嫌な人って思われたくないじゃんなんかあいつ声かけたけど全然写真撮ってくれなかったんだよねとかさ、なんか握手すらしてくれなかったんだよねみたいなでもさ、思われたら嫌じゃん。でもさ、普段はそれをさ、お仕事としてやってるものだからさ、そう簡単にはさできるものじゃないじゃないですか。だからそういう人の方が難しいと思う。そうやって普段普通にさ生活しててばったりファンの方に会うはさ、新潟に住んでるが正直全くないわけじゃないから、そうだから逆にファンの方の方がさ、ちゃんとそれ分かってるから、それ以上は絶対に求めてこないし、それやるならおしゃべり会とかに来てくれるし。そうでもね、そういう例えば街中で普通に会った時の一般の方の方が結構実は難しいと思う。本当はね、ありがたいからしてあげたいんだけどさ、でもそれをお仕事でやってる時もあるから、そうできないですって言うんだけど、でもさ、人間としてはやっぱ申し訳ない気持ちはあってそう難しい、そっちの方がだから難しいなって思っちゃう。断りするけどね。そうだからなんかどっちにしてもね、なんかファンの方でもそうじゃなくても、あの見かけてもそっとされるのが一番安全だったりする別にいいんですけどね、声かけていただけることはありがたい嬉しいことなんですけど、多分そっとされるのが一番いいかな。嬉しいけど、気づいてもらえたのその京都くん逆にさ、かんばら素通りガンガン歩けすぎてさ、びっくりしちゃった私。あ、私アイドルだよねみたいなあまりにもガンガン歩けすぎてびっくりしちゃった、誰にもバレないみたいな。でまあ嬉しいでも難しいね本当に、うん、難しいね。私はすぐ新潟うろちょろしてるから街中で会ったらおしゃべり会で話すネタ、あ、それいいね。この前いたでしょ、私それファンの方にやっちゃうんだよね私がねやっちゃうの。そうなんかこの前いたでしょこの前どこどこにいたでしょ、向こう気づいてないから私がやっちゃうんだそう、うん、私が普通に見ちゃうんだよ。だってさ、一番さ弱かったのがさ、うん、びっくりされるしびっくりされるし、なんかこれ本当に別に偵察しに行ったとかじゃないよ、違うんだけど、普通に買い物しに行った日がたまたま研究生公演の日であの100円ショップに行きたくて行ったんのよ、100円ショップに。さしたらさ、劇場の前をさ、なんか 見ずにはいられないっていうか、見なきゃいけないじゃん普通に。でチラッて見たらさ、知ってるファンの方がいてさそれで研究生公演に行ってるのがバレた人がいるそれでね、昨日さ劇場行ってたでしょみたいな、昨
昨日っていうかこの前行ってたでしょって、それでバレちゃう時があるのよそう、私がなんか逆に見かけた後問いただしちゃう時があるけどそうなのよ、みんなだから気をつけなね、私どこにでもいるから私も、まあ、なるべく公園があるって分かってる日はなるべく近寄らないようにはしてるんだけど、それはさ、なんか別にみんなに会いたくないとかじゃなくて、普通になんかマナーとして行かないようにはしてるんだけど、忘れてる時があんのよたまに。その劇場の前に行って初めて、おー今日公園だったってなることさあるんですよ結構。そう、だからじゃあそういう時に会っても大丈夫なようにしようねしようねしようね。そうそう、自分が出る公演の日はさ、もちろんちゃんと分かってんだけどさ、自分が出ない日の公演はもう全然把握してないからさ、そうとね、難しい。そう、行っておーおーってなったりとか、逆になんか劇場とかじゃなくても普通にバンダイで買い物してる時になんかファンの方みたいな、見たことある人いるなって思って調べたら、はっ今日公演だったみたいな、劇場の近くとかじゃなくても全然バンダイ歩いてる時にあったりするのだよね。そう、だからお互い気をつけようなお互い気をつけようなって感じですでも気をつけないとって思う、本当に。見つけたらすぐ逃げます私やばいやつみたいになってんじゃん犯人みたいなあ、そうね、私が気をつければいい話だね、確かに。じゃあみんなはどうぞご自由に推し活をお楽しみください。でもバレないとでも思うなよって感じです。確かにみんなは気をつけようがないわな。 あるよ、みんなが気をつける方法、いつ見つかってもいいように行動すること、それしかないよ逆にいつ見つかってもいいようにすることが一番あなたたちの気をつけることでしょう。バレたらまずいことすんなってことですよ。そういうこと。別に確かに会わないようにするっていうかさ。私がちゃんと公園のある日をチェックすればいい話なんですけど、みんなツイッター探られても道で会って もう 何してもいつ何がバレてもいいように バレてもいいことしかしなきゃいいんじゃないてかさ、ツイッターはさ別に探ってないんだけどさ出てくんだよね最近めっちゃなんかさ、いいもってさ、ツイッターってさなんかあれじゃん、調べフォローしてなくてめっちゃ流れてくるじゃないですか、ホームにめっちゃ流れてくんの。別に私探ってないから探ってなくても勝手に流れてくんのよ。それさ、まるで見せつけるかのようにさ、おいおいおいツイートばっかり、そういう時に限ってその流れてくる。フォローしました、ありがとうございます。
あ、そう、おすすめ見てる。そう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 。でも私のおすすめにそういうのばっかり流してくる。何をおすすめしたいんじゃ何をおすすめしたいんや私に。当てつけかのように見せやがって。あ、そう、それで言うとさ、思い出したんだけどさそうだ、思い出した。なんかさ、この前さ公演の時にさ、この前で水曜日のさ公演の時にさ、あの私がさ、あのね、上手側に行った時なんだけど、私がさ上手側にさ行ったらさ、帰りのうちを出してきた人がいて。そう、え、それまでね、別にうちはなんか別のメンバーのうちわを持ってたのか、別にうちわとか手にも何も持ってなく、サイリウム持ってたのかよくわかんないけど、タイプ別に何にもしてなかったの、その時は。でも私が目の前に来た瞬間になぜか帰りのうちわを出してきて、えみたいな。私もそれが当てつけかと思ったんですそう、なんか今日は帰り押しできてるんじゃんみたいな。で、なんか当てつけられたのかと思ったの。だからお見送りの時に怒ったの私怒ったんだけど、今日友達にその話をしたら、それ間違っただけなんじゃないかって言われて出し間違ったんじゃないみたいな言われてね、あ、そっかみたいな。そっか、出し間違うっていうのもまああるのか。そう、なんかすごい自慢げに出されたんでしょ、帰りのうちわを。そう、もうそんなの当てつけだと思っちゃってそう怒ったんだけど、そう、え、わざとだと思ったの私は。わざとされたと思ったんだけど、間違ったんじゃないって言われて、友達に。そう、あー、そうか、でも許すわけないよねでも許すわけないよ、そもそもだって間違うほどの枚数持ってんのがおかしくない私のしか持ってなかったら間違うことすらないよね。間違えなくない？私のだけ持ってればよくない？だからたとえね、それが私への当てつけ、決して当てつけのために出したわけじゃなくて、ただ間違っただけだったとしても、別に私許してないからに許さないから。そうなの。でも本当に私当てつけだと思ったそう、なんかね、なんでその話になったかっていうと、その私の友達が最近ななみ推しで、ななみの生誕祭の話をしてたのよ。 それでなんかね、あのななみの、私の友達もちろん女の子なんだけど、私ななみんの生誕祭で他に女の子のファンの子がいないか探してたんだよねみたいな話をねしてて、そう、それでなんか、あ、そう、前の方に女の子のファンの子がいたよっていう話をしたのよ。でもなんかその子、そのなんかさ、こううちわとかじゃなくて、なんか名前のさ、なんていうの、カードじゃないけど、そのなんかあるじゃん最近、こう韓国のアイドルとか男性のアイドルとかでよく女の子たちが持ってるような名前のさ、こういううちわには貼り付けずになんか名前の持つみたいなあるじゃん。なんかそのなんかななみの生誕祭の時にそう持ってる女の子がいたよっていう話をしたのね。あ、そう、暴動なのかな、そうそうそう、でいたんだけど、そう、でもなんかその子すごいななみに夢中になりすぎて、その2部開けた時にそのななみって書いてあったそれが逆さまになってたのよ。そう、でも多分気づいてなくて、自分でだってさ、もうこれをも掲げてななみのことずっと見てるから、それが逆さまになってることに多分気づいてなくて、その女の子。そうで、そういう話をさしたの、私の友達に。そう、ななみの生誕、女の子、あ、いたよみたいな。
最前とか2列目とかになんかそういう女の子がいて、こここういうことがあったんだよねみたいな話をしたら、なんかえそう結構そうあるあるなんだよねみたいな、私も友達もそのなんか最後お見送りの時にこうスケッチブック、まだコロナで声出せなかった時にお見送りでなんかスケッチブックこう持ってみんなに見せてたんだけどなんか逆逆さまで持ってたらしくて、スケッチブックをメンバーに逆さまだよって言われて、打ち合わせて戻した時あるみたいな話とかにしてて、 それでなんかそのうちわはもしかしたら間違ったんじゃないか説をそうが発覚したの、そこから。だからああそっか、あるあるなのか。でもね、でもよ、その女の子はさ、ななみって書いてあるものを逆さまにしちゃってただけじゃん。それ可愛いミスじゃん。うちわの出し間違いは可愛いミスじゃないからねそうスケッチブック逆さまにしちゃったとかさ、あの名前のやつ逆さまにしちゃったは、まあ、まあまああるあるだろうけど、うちわは逆さまに間違うことありませんよね、持ち手があるから。そうウチワは間違いますかねそう、それでなんかそう発覚したの、うちは間違えただけじゃない、裏表を間違ったんだにしたってじゃないちょっと今度聞かないとね。ちょっと本当のことを聞かないとね。そう、たとえさ、うちわの出し間違いをしたとしても、してもよ、でも私はそうと受け取れなかったわけですよそうと受け取れ、手付けだと私はもうやっぱりショックじゃないですか、そんな目の前で違うメンバーのうちわを出されて、悲しい。だからもう私のうちわしか持たなきゃいいんじゃない、きっとそうだよ。嫌なことしないで、もうちゃんと私のことだけ見ててくれればいいのそう、嫌なことしないで、え、そう、でもそれで言うと友達はめっちゃみゆちゃんのファンの人、みゆちゃんだけ見てたよっていういい報告をもらいましたそういい報告もちゃんとしてきました。ちゃんと耳のこと見てたよって聞いたよ。私は私が見られない部分を私じゃない人が見てくれてるからみんな気抜いちゃダメよ、私じゃない人も裏から報告してくれる人がいるから、はい、みんな気抜いちゃダメよ、私にはどうせ見えないだろうな。友達が
見てくれてるからちゃんと見てる。なんかそう、友達はめっちゃみゆちゃんのコール、めっちゃみゆちゃんのコール頑張ってたって聞いた。なんか多分見えなかったと思うんだけど、柱とかで見えなかったと思うんだけど、そう、なんか頑張って見ようとしてたよって言ってた。トラジムありがとうございます。面白い。みんな見てるんだよ、私のアカウント。そう。みんな私のこと見てるんだよ。もう私の目じゃ足りない部分、別の目がついてるから。コール、みゆちゃんのコールめっちゃ頑張ってたって聞いた。みんなみゆちゃん、みゆちゃんのコール全力でしてください。いっぱいコールしてください。明日も頑張ります。頑張ってください。明日昼夜あるので来てくれますか。昼夜来てくれますか。頑張って頑張って、私の名前を呼んでください。お化けみたいになっちゃった。昼外れた。あ、いっぱいいのかな、明日夜しか当たらなかった。お、昼外れた方多い、もしかして明日昼人気だったのかな。私物サイン、あ、誰、私マーカーしといてマーカーしといて。あ、夜だけ。お、明日は結構、じゃあ昼落ちちゃったこと多いんだ。あ、明日も来てくださる方もいっぱい。もう私の配信見てるってことは分かるよね、明日やること。あー、そっかそっか、遠くから来る方はね、お家に帰らなきゃいけないからお昼申し込んで、そういうことか。私も県外の方ってね。今私の配信見に来てるってことは、明日やるべきことが分かるよね。楽しみにしてるね。昼夜行くために今日家事終わらせました。えらい、とっても偉い、偉いです。狐をつけるつけません。明日つけてる人がもしかしたらいるかもしれないけど、私はつけません。明日は、これは7月29日につけます。明日はつけません。みゆちゃんこんなキャラではなかった。違う、そうやってみんなが私のことをね、まだ全然知らないだけなんです。違う、ルーちゃんの生誕祭ね、見てたよ途中からだけど。赤ち
ちゃんみたいで可愛かったママからのお手紙にニコニコで聞いてるの可愛かった。ラーちゃん会いたい、可愛い私の赤ちゃん可愛かった。サブで夢に、あ、そうそう聞いた聞いた、そうなんか夢逃げやるんですって聞いてて、そうこの前聞いて、そうみなちゃんの卒業公演の時にやった映像があるかもね。なんか3期生のさ生誕祭のさその3部ってあれなんだよ、自分たちで曲決めて振り起こしするんだよね。そうなんか先輩の生誕祭はカラオケなんだけど、3期はなんか自分たちで振り起こししてなんかフォーメーションとかも全部やるんだって。そうでだから夢逃げやるんですって言ってて、その多分じゃあ映像をしたらマドラさんとかみなちゃんの卒業公演のやつとかあるあるかもねみたいな話はねこの前したんだよね。そう、ハラシマありがとうございます。聞いてたよ、わかる。なんかさ配信してほしいよねわかる。え、なんかさカラオケはさ配信できないのまあしょうがないじゃん。ホイテートグループじゃない曲とかもさやってたりするからさ、その配信できない、してほしいけどね。めっちゃめっちゃおもろいからさ毎回カラオケ、しかもその生誕に入った人しかさ見られないから、その面白さが伝わんないじゃないですか。だからまあしてほしいけど、でもまあできない理由もわかるじゃん、カラオケだから。でもさ3期のはさしていいんじゃないって思っちゃうよね。なんかそのフォーテッドグループの曲せっかくねパフォーマンスするならって思っちゃうけど、まあでもそこに行かないと見られない良さもあるだろうしね。あ、しゃべピア見たいわ。それは確かに配信してほしかった私たちもだってさ自分たちでやってるからさ見えないね、自分たちでね、そう 何をしてたか分かんないからさ見たいけど、いやね、そう、それでいうとななみのね生誕祭はねめっちゃ面白かったの。行くぜ怪盗少女もめっちゃ面白かったね。でも生誕祭はさやっぱ結構真ん中、それこそ、ま、あのカラオケだけじゃなくてもそのスピーチだったりとかお手紙読んでるところとか全部さ真ん中で行われちゃうから、そう見えなかったって言ってた友達にさ、ななみの生誕祭端っこでさそう見えなかったって言ってた。でもそうだよねわかる。でも超楽しかったよね怪盗少女もさめっちゃ楽しかったなそう面白いよ確かに。言い訳メイビーもねすごい盛り上がってたね。やっぱさその普段はあんまり歌えない曲を歌うのもさすごい珍しくていいけど、やっぱみんなと盛り上がるってなったらそういうみんなも知ってるコールができる曲とかが良かったりするよね。そうそうそう。そう言われました友達にも。三部全然見えなかったって。でも頑張って見ようとしてたよって言ってた。そうなんだね生誕祭ね。まあでもあの場にさいられるだけで嬉しいなって思ってもらえる生誕祭だったらいいなって。思うな。やっぱねどうしてもその端っこの方とかさそういうスピーチの時とか多分一番見たいところがさ柱でちょうど見えないと思うんだけど、でも生誕祭って多分その入りたくても入れなかったよっていう方もいらっしゃると思うから、そうだから見えなくてもこの場で今その声を直接聞けてるだけで幸せって思ってもらえるようにできたらいいなって思うけどね。
でも実際は見たいよね。そりゃだって推しの生誕だもんね。そうだからなんかその私の友達の隣にいらっしゃった方がななみ推しの方だったらしいんだけど、すごいなんかしょげてたって聞いた。なんかもう壁にもたれかかっちゃってたんだよね。まあそうだよね、推しの生誕で一番端になっちゃったらまあそうなるのも無理はないよねみたいな。まあわかるけどって思っちゃった。でもあの場にいられるだけで幸せですって思ってもらえるようにねできたら一番いいなって思うけどね、うん、でもね推しが見えないのはちょっと辛いよね。それはね、そうだからさ、私さ一個すごい自分の生誕で失敗したなって思ってるのがあって、私そのカラオケ三部のカラオケずっと真ん中にしかいなかったそれをね私はすごい実はずっと反省していて、あのね波サプの時とかね動けばよかったなってずっと後悔してんの。実は波サプはみんでも歌えるやろみたいなそうなのよ、練り歩けばよかったなってちょっと後悔してるんですけど、ちゃんと端っこの人にも顔見せればよかったなって思ってるので、23歳の生誕祭をその反省を生かそうと思いますそう、しゃべぴーはさどう頑張ってもさ、あの折り面で真ん中だからありがたいことに、まあ、それはしょうがないけど、ナミサプ絶対動くべきだったわってすごいじっとしたナミサプだった。ずっと誰も動かない最初だったからね。そうあのあとみんなの生誕祭見てたら自分もそうしてたけど、じゃ最初だったから完全にその動くというものがなくてずっとなんか真ん中でカラオケしてたただカラオケに来た人じゃんみたいな。そうただカラオケに来た人になってました。でも私とカラオケに行ったらああいう人だから、あのノリノリに動くタイプじゃないから私そうでもねちょっと後悔してた、動けばよかった。しかも実際にさその友達、まあ、その友達はななみの生誕だったけど、そのななみの生誕で歌詞って全然見えないのよってちゃんとそのリアルな声を聞いたから、私ももうさらに反省しました。すいません、私の生誕祭の時に端っこだった皆様すいません。次は絶対動きますって思いました。でもさ楽しいんだけどさ、あのカラオケさ生誕のカラオケ楽しいんだけどさ、知らない曲がさ多すぎてさ、なんか本当に自分がカラオケ行った時の姿を晒してる人みたいになってて、自分の生誕祭ですらだからもう全く動かずにずっとここでこうやって一歩も動かずにカラオケしてたんですけど、人の生誕祭の時もなんかみんながこうウェーイってなってるのに一人だけその上についていけない、なんか一緒にカラオケ行きたくない人みたいなすごい、あの一緒にカラオケ行ったとしてもなんかそのこう空気を乱しちゃう人みたいな、多分実際にカラオケ行っても本当にそうなんだけど、他のメンバーのなんかそのノリにさついていけないさみたいな人を晒しててさ、いつもどの生誕祭も恥ずかしい、申し訳ないと思って。そうなんですよ。でもね聞いてほしい、あの一個だけ唯一すごい自分がちゃんとあの乗れた生誕祭があってちゃんと乗れた生誕祭があって、あのさカホの生誕祭の時にノイミーさんの歌をね歌ったの、君と僕の歌っていうのを歌ったんだけど、あれは私知ってる曲、逆にみんなのが多分知らなかったかもしれない、コールとか。そうあれはね唯一知ってて、なんかあれ誰の生誕祭だっけ、誰マリナさんの生誕祭かな、マリナさんの生誕祭の時にさグリーンさんの奇跡を歌ったんだけど、なんか
全員知ってて当たり前みたいなノリでさ始まっちゃったんだけどさ、なんか ラップとか急に始まっちゃって、私初めてラップがあることしてラップみたいなでもさみんなさそのラップをさ普通に歌うわけ、なんで知ってんだろうみたいなさ感じで、私もあれ結構一番やばかったかもしれない、本当についていけなかった時もうなんか、うん、知らなかったラップがあること。サビは知ってるよ、サビは聞いたことがあるから知ってたけど、フルで聞いたことなかったからラップがあること知らなくて、でもみんな普通に歌うの、え？ラップ知ってんの？みたいなそうだからね、本当にそういう一番結構ついていけなかったかもしれない。だけどノエミーさんは逆に私知ってたんです、多分ファンの方も含めてあんま知ってる方いなかったと思うんだけど、そう、あのね、僕はここで歌うずーっとーとかね、なんかはい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 とかあるんですよ、合いの手みたいなのがそうあって、逆にそれはできたんだけど、でも誰も言わないから誰も言わないからすごいちっちゃい声で言ってた、ずっとやってたの。でもね、あれは唯一知ってた曲でもさ、言っていい？またこれ私のこの曲にさいろんなことがあって、なんかこの曲ファンの方が、私ファンの方に教えてもらって知ったのね。そう、なんか今までずっとホイテッドグループばっかり聞いてたんだけど、なんかイコラブさんとかノエミさんとか結構聞くようになって、なんかファンの方からこの曲いい曲だよって教えてもらった曲だったの、そのノエミさんのその曲でその人がね1年2年前とかに多分メールで教えてくれたんだけど、でこの前の生誕祭に来たのよ、そのファンの方。でもさ、私の生誕祭でさ教えされたのめっちゃもろくない？私主役なんだがみたいなそう、私の生誕祭で私のことを見に来てたはずなのにその場で教えされるのめっちゃもろくない？スイに教えしました。その日さ初日だったからさ、スイス昼が初日だったからおもろいよねスイスイを見つけちゃったらしくて、人の生誕祭で面白すぎ。いやわかる、スイスイを好きになる気持ちはわかる、あれは沼そう、そしたらさ、なんかそれまでわかんない、私の生誕のために投げ控えてたのかわかんないけど、しばらくずっと公園で見てなかったの、見てなくて、で私の生誕祭で見かけて、あ、まだいてくれてたんだみたいな正直思っちゃった。全然会いに来てくれてなかったから、おしゃべり会とかもそうずっと会えてなかったから、そう私の生誕祭にはでも申し込んでくれたんだと思って、あ、じゃあ投げ控えてたのかなって思ったんですよね。そしたらさ、その日さ、私はもう生誕祭終わってさ嬉しい気持ちいいじゃん、でみんながさいっぱいこう生誕祭いい生誕祭だったみたいないっぱいツイートしてくれるじゃないですか。見てたらさ、なんかスイスイ見つけたみたいなおいおいみたいな私の生誕の感想を差し置いてそっちかいみたいな、おもろすぎるよね。したらさ、そのさ次の週ぐらいにさ公演来てて、まあわかんない、私の生誕祭が無事に終わったからもう投げ控えるのもね終えて劇場に来たのかわかんないんだけど、その次公演に来た時私の再利も一切振らなくて、私が目の前にいる時はもう何も、まあ
そう、何も降らない、スイスイがいるときはスイスイを降るみたいな。おい、せめてユニットで降ってくれみたいな。だからさ、冷蔵庫一緒だからさ、100歩譲って、まあ、冷蔵庫はさ、そうか、じゃあさ、残酷で降ってくれたらいいじゃん、サイリウムぐらい降ってくれてるかなって思ってちょっと期待を持ってみたら何にも降ってなかった。おい、せめてユニットぐらい降ってて欲しかった。そう、わかる、だからもう完全に私の生誕祭で見つけたじゃんみたいな。それでわかる、ある意味徹底してるよね。でもそれでお見送りの時に言ったの、あ、もう私のこと好きじゃないんだ、推し変したんだ、サイリウム振ってくれてなかったじゃんって言ったの、なんか全力で否定されて、あ、違いますみたいなこと言われたんだけど、うわーみたいな。じゃあサイリウム振ってくれてよくない。なんかそこからさ、リプとかさしてくれるようになったけどさ、たまに。でもそこからさ、リプから飛ぶとさ、スイスイしてんのよ。別にスイスイは悪くないっていうか、あれは好きになる、わかる、本当にそれはわかるよ。でもさ、セタンで推し変しなくてもよくないってちょっと思ったんだよ。あのね、私思うんだけどさ、スイスイはさ、あのね、ちょっと森七菜さんみたいな雰囲気ない？なんだろう、こうたくさんさ女優さんがさいらっしゃってさ、こうものすごいお顔の美しい女優さんだったりとか、こう演技がめちゃくちゃ上手な女優さんとかさ、すごいいらっしゃるじゃないですか。でもさ、なんかその森七菜さんってさ、もちろんお顔もめちゃくちゃ可愛いし演技もすっごい上手なんですけど、なんかさ、それとはまた違うさ、こう全男を虜にするみたいな、なんかわかりますか？なんか私見たんだよね、インスタで、なんか森七菜さん、なんか男性の何割が恋に落ちたことがあるみたいな、わかんないけど、なんか見たことがあるんだけど、そう、あのね、なんかね、自分の彼氏の周りにいてほしくないタイプ、褒め言葉でなんか自分の彼氏の周りにいてほしくないタイプってなんか言われてて、あ、なんかわかるなみたいな。で、なんかね、スイスイってそれに近しいものがある気がするって思って、そう、めっちゃいい子なのよ。そう、わかる、だからわかんない、好きになるのさ、めっちゃわかんの。そう、なんか自分だから、そんなにこう、なんて言ったらいいんだろう、あの、なんかこう、なんて言うんだろう、奪い取ってやろうとかじゃないんだよ、多分。もう勝手に吸い寄せられてくみたいな。そう、人は多分そういう言葉で表すんだと思うんだけど、なんかね、スイスイってね、それにめっちゃ近しいものがあると思う、私。そう。って思う。そう、最高の褒め言葉で、そう。多分そうなんだと思う。だからめっちゃ好きになるのわかんだよね。なんかそれってさ、もうさ、抗えないっていうかさ抗えないっていうかさ、多分さ、あー、気づいたら流されてたみたいな、多分そういうことなんだろうな。そう、多分そうだと思う。だからね、だって悪い子じゃないし、めっちゃむしろいい子だから、そう、いい子だから、すごい、わかんない、好きになる気持ち、わかる、わかる、なんか否定できないさ
だって分かっちゃうんだもん、好きになる理由分かっちゃうんだもん。そう、でもさ、ダンやめんあの絶対に止められないのに止めようとしちゃう、なんだろうねそうだから、なんかそのインスタだったかで、なんか森七菜さんがそう言われてるのを見た時に、あ、これだわって思った。スイスイこれだわ。そう、このなんか なんだろう、あの独特な雰囲気というか、絶対に抗えない抗えない好き。なんか私のところにいる人たちみたい、フラ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 するような人たちじゃなくて、勝手に吸い寄せられていくいいな、私もその機能欲しいな、機能そのパワー欲しいな。無条件に吸い寄せられていく。あとさ、私ね、わかるよ。なんでみんながスイスイが好きか。わかるよ。私もわかる。だってあのなんか赤ちゃんみたいじゃん、反応がすごい、笑い方とか。赤ちゃんみたいじゃん。でもさ、実は大人じゃん、年齢が。だってもう19歳でしょ。なんかさ、ロリっぽいのにノリじゃないみたいな。わかりますか。なんかさ、ちょっとそのロリの子を押すのはちょっと自分は、なんか自分が許せないみたいなタイプがさ、例えばいたとしてさ好きなんだけど、でもいや、いかんよなって多分自制心で止める人って多分いるじゃんでもさ、その自制心が必要ないじゃないですか。なんかすごいこう赤ちゃんみたいにロリっぽいけど、実は全然年齢は大人だから、これなら押しても問題ないみたいなそう、合法的なちょっとロリに近いっていうかそうだからさ、なんか普通だったらちょっと自制心でなんとかするところもさ、もう歯止め効かないじゃん、そんなんもう効かないやん、だって19歳だもん そう、きっとそれがあるからみんな好きになるんじゃないかなって私思うんだけど、違う？もうさ、私はさ、身長がこの大きさの時点で無理じゃん、絶対にかなわないことじゃん。なんかあの可愛らしい雰囲気、あの可愛い雰囲気さ、身長で終わってんの。どう頑張ったって、この身長がある限りあの可愛さは私は手に入れることができないんですそう、だからほう、そりゃみんな好きになるわってあのさ、絵文字のさ、ため息の絵文字つけたくなる、はぁってフォローしました、ありがとうございますそれうん、それつけたくなっちゃう、かなわなすぎてそりゃみんな好きになるわ、だからなんかもうさ、そうかそうかって思っちゃったよね、その生誕祭で推し変されてそうか
そうか、なんか否定できないもんだって、そりゃ好きになるよなって感じ。そう、私の友達もスイスイいいって言ってた。私はあこの前はななみの生誕の時ははるかが出てたからあれだけど、私の生誕祭の時に初めてスイスイ見て、スイスイいいよねって言ってて、わかるってなりました。そう、友達もスイスイの良さに気づいてた。いやあれはね、そうやっぱ吸い寄せるんだよきっと。きっと吸い寄せられるね。今日パーティーしてきた。ああもう、ああもう何も喋れなくなっちゃった。もう呆れて呆れて何も喋れない。もう知らない。もうみんなそうだよね、そりゃあれは好きになるわ。私がもうため息いっぱいついてやろう。明日いたら面白い。明日いないんだっけ。明日いないから、明日はるかだ。そうでした、そうでした。めっちゃ面白い。でもさ、それで言うとなのか知らないけどさ、私にさ、なんかでも同じように思ってる人がいるらしくて、そう、私に同じようなことを思ってる人がいるらしくてね。なんか私のおしゃべり会に参加したらハマっちゃうから、ハマらないようにしてますみたいな。なんか行ったら多分好きになっちゃうから行けませんみたいな。知らん知らん知らん、だってそんなん来てみなきゃ分かんないじゃん。いるよね。え、そうなんだ。からさ、この前のさ、なんか私のことさ、どう見えてますかみたいなのさ、聞いた時にさ、結構いたの。そう、結構いたの。いや、耳は多分一回行ったらハマっちゃうから行かないようにしてるみたいな。なんで？やっぱさ、そこだよね。私にはさ、そうやってさ、自制心をさ、働かせられるのにさ、もうスイスイはさ、流されてっちゃうじゃん、みんな。スイスイに対してその自制心ないじゃん、もうみんな。はぁ、行っちゃおう、みたいな。なぜみんな私にはその自制心が働くの？近寄らないようにしてるって。どういうこと？そんなのさ、来てみないとわかんないじゃん。勝手にさ、なんか耳とか行ったら多分もうダメですみたいな、勝手になんか行っちゃダメなとかみたいな。意味わかんなくない？私怒ってんだけど、来てみなきゃわかんないじゃん。行ってはまった人ありがとう。誰が私のところに行っちゃダメなんて決めつけたの？山登るよ、泳ぐ方が簡単。そうか、それはまあ確かにそうなのかもしれない。そう、なんかちょっとね、うまい。そうなのよ、そんなの分かんないじゃんね。来てみなきゃさ。来てみればいいのに、来てみてから言いなよって感じ。来てやっぱりってなったら、もうそいいじゃんそれで。検証結果出た。それでさ、なんかもう一回行ったらやばい。なるほど、しょうがないって思うことにするけど。
って思うけど、来てみたらどうですかって言う。だってさ違うよ絶対。ハマらないって言ってるわけじゃないけど、そうとは言ってないけど、私のところに来たら全くハマらないと言っているわけではないんだけど、でも多分違う、みんなの思ってる私と違うじゃん。だって私のおしゃべり会違うじゃん。どうしたらさ距離の近さバグってた。大丈夫だ、今のおしゃべり会。待って、それってどういうこと？それってどういうこと？心の距離の問題、それとも物理的な距離の問題？物理的な距離はさ、もう今おしゃべり会さ、なんかビニールなくなったからさ、物理的に距離取られてるからさ、大丈夫だよ。心の距離的な問題だったら分かんないけど。よね、きっと。なんかみんなのさ、私に対して思ってる感情とさ、実際ってさ違うよね。もうさ、私はさ殻を破りたくてしょうがないわけ。なんでそうさ決めつけられてさなんでそう決めつけられるんだろう。なんか誰も近寄ってきてくれないじゃん、そんな。なんでもっとさ、なんか私のさこう本性を知ろうとしてくれないじゃん、それ。してくれてないじゃん、それはもう。あ、そっか。私のこの配信に付き合ってくれてる時点でみんなはもう私のことを知ってくれ。そりゃそうだ。だってもう何時から配信始めたっけ？7時半。2時間？2時間こんなこと喋ってんの？最初の方カンバラ祭りの話してたはずなんだけど。2時間も喋ってんの？そりゃそうだわ。もうなんかそりゃそう、この配信見てくれてる皆さんはもう私の本性にお気づきだ。気づいてなきゃこんな長い時間見ないです。そうだ。じゃあどうしたらいいの？どうしたらもっとさ知ってもらえるの？どうしたらさもっとさ踏み込んでもらえるわけ。なんかとどまってる人がさ多すぎない？どうしたらさその先にさ連れ込めるんだろう。なんか仲間を増やしたいと思いませんか？どうしたらこっち側に連れてこられると思いますか？こっち側にいらっしゃる皆さん。公園でおとなしいキャラの時が多い。あー、確かにそれはそうかな。そうか、 MC でもね、そう、 MC 最近の私の一番の課題。なんかパフォーマンスに関しては自分が頑張ろうと思ってさできるものじゃん。自分が頑張ればできるものだけどさ、 MC ってさなんか自分が頑張りすぎても絶対空回りするじゃん。MC の頑張り方って難しいよね。難しい。だから MC さいるってぐらい静かな時ない？私ちゃんとね、それはね自分でもね気にしてんだ。
分かる。エッサコイさん、私なんでずっと MC なんだろう。 MC しかしたことない。あ、一回みはるさんが MC でやったことあるけど、それな、 MC じゃない時ね。あ、一回じゃない、愛ちゃんが MC やってた時もあるな。リカさんと愛ちゃんと3人で出た時、愛ちゃんが MC だった。そうなの、 MC が多いんですよね。そう、振る側が多かったからかな、保守的になったんかな。そう、 MC 入るの確かに苦手。しっかり者に見せる天才。え、それさ、笑った、あのインスタのそれで送られてきた時、そっちねみたいな。いや、そうだよ多分そうなんよね。そう、しっかり者に見せて。だからみんなはさ、私のさ裏の顔しか知らないんだ。逆にな逆に裏の顔しか知らないんや、みんなは私の本当の顔なんて知らないそういうことですよね、きっとそう、実は逆なんだよわかる。だからチャットとかめっちゃ見て、待って、チャットやば、送んなきゃチャットとかさ、ショールームとかさ見てほしいんだよね。ちょっと割り箸を、え、わかる、それはね、ちょっと最近割り箸とアイスしか送ってなかったなって思ったちょっと始まって1ヶ月、最近割り箸とアイスしか送ってないよね。それはわかる。でみんなが割り箸チャレンジしてくれて嬉しいよ。でもさ、今月からさ、アイス送んないから、だからちゃんと送るね割り箸とアイス以外のことだからなんであんな成功しないんだろう、割り箸。びっくりだよね。最近割り箸見ると意識しちゃいます。いいことです。もう日常の目に映る全てを見て私を思い出してください。今まだ割り箸見るときしか私のこと思ってないんですね。失敗して嬉しいわ、めっちゃ面白いね。爪でなぞってから割ってみよう。そうなんだやってみる アイス見ると耳を思い出す。アイスだけですか、すべてを見て私を思い出してください。もう思い出すとかじゃない、思い出すとかじゃない、もう常に私のこと考えてれば思い出すこともないでしょすべての話を思い方に、なんかこれ特技にしようかなあ近くのおにぎり屋さんに岩のりがあって買っちゃった。ああ、いいことですね。もうちょっと常に私のことを意識した方がいいと思います。ちょっとさ、あ、じゃあさ、あ、やめとこう。ちょっと言おうと思ったけどやめとこう。やば、もう本当にもう終わりにする。さすがに終わりにする。2時間半喋りまくって。もう終わりにするわ。多分これはね、終わりが来ない。みんなが私のことをずっと考えない限り終わりは来ない。私が満足するまで
私が満足するほどにみんなが私のことを見るまで永遠に終わりは来ない。からちょっと先にランキングを読みます。そうなの、サドプライドの話をしなきゃいけないのに私が永遠にこの話をするから一向にその話ができないんですよ。なので一旦ランキングを読みます。おお、変わった、読み上げようと思ったら変わっちゃった。13位ノートさん、ありがとうございます。12位ラーマさん、ありがとうございます。11位ハルさん、ありがとうございます。10位ヨッシーさん、ありがとうございます。9位トシさん、ありがとうございます。8位ファントムさん、ありがとうございます。7位カイヤトさん、ありがとうございます。6位シンイチさん、ありがとうございます。5位ホッシーさん、ありがとうございます。4位タカさん、ありがとうございます。3位のサラさん、ありがとうございます。2位マーチンさん、ありがとうございます。1位ナビチンさん、ありがとうございます。ありがとう、私のこの長い長い配信に最後まで付き合ってくれてありがとうございます。みんな明日は新潟日報さんを絶対に見てください。明日ドドンと明日の日報に載ります。劇場でも販売されるので劇場でもぜひゲットしてください。あとさ、今劇場の前にさ、あの相川編のでっかいポスター貼ってあるじゃないですか。きっとあれも私に変わります。多分新しいポスター作るって言ってたので、多分ロビーじゃないよ、外のポスターも変わるかなと思う。ガタチューブも絶対に見てください。カレーです、今日もカレー食べた。絶対に見てください。もうだから今日じゃない、明日絶対に私のこと忘れることないですね。新聞見ても私がいて、テレビ見ても私がいて、劇場公演見ても私がいて、絶対に私のこと忘れることはないでしょう。あなたが私のこと忘れること。それではありがとうございました。おやすみ、ありがとうございました。